今回は、将棋界ではとても珍しい、幽霊のお話です。え古今の将棋関係の記事で、心霊にまつわるものは、皆無と言って良いほどなのですが、一つだけ見つかりました。将棋会館の近所の、心霊スポットと言われている、駄田谷トンネルに関連しているのでしょうか駄田谷トンネルが完成したのは、 東京オリンピックのあった1964年ですが、それよりも前のお話となります。正義ジャーナル1983年11月号、埼玉梅太郎さんの機械遊歩道より、多芸で広いファン層を持つ S 八段は、当時まだ20歳の青年だった。四段になって2年目のその年、順位戦で S は順調に勝ち星を重ねていた。 そしてもう一人、S の友人で、やはりその年、5段昇級を狙う M という四段がいた。この人物こそ、物語の主人公なのである。迷路を快活な性格の S に比べて、M には、やや暗いところがあった。親友として、また同僚として、S は、以前からこの暗さを、気に病んでいたのである。その後、S は連勝を続け、 最終戦を待たずに5段昇級を決めたが、一方の M は考え込む性格がわざわいしてか、順位戦の終盤に来て思いもよらぬポカを出して、新た勝負局を不意にしていた。そして文字通り、最終局に昇級をかけて戦うことになってしまったのだ。これは M 当人にとって、大変な痛手だったに違いない。怖いことが起きそうな雰囲気が、 全くないのですが話はこれからですそうなんですねところでエストはどなたなのでしょう余談になって2年目で20歳そしてその期に C 級1組に昇級を決めたのは芹沢博文九段が条件に合致します多芸で広いファン層を持つということでも芹沢九段で間違いないと考えられます M は、どなたなのですかお名前を出しても、問題はないと思うのですが、後でお話しする理由で、とりあえずは、特定をしない方向でいきます。なるほど。M 余談は、素質が優れているとともに、真面目で、毎日の努力も怠っていませんでした。ただ、内向的で神経質な面があったため、 自分の殻に閉じここもっってしまうう傾向があったということいです。M 余談が陽気になるのは酒を飲む時 M 余談の落ち込みぶりを見かねて唯一の親友というべき S 余談は M 余談のために宴の席を設けるべく奔走します S の計画は用意周到と言えたその日取りを M が命運をかけて戦う順位戦最終日の1週間前に置いたのも さすがであった。説明するまでもないだろうが、S の思惑では、対局の一週間前に、すべてを忘れて飲み狂う。となると、翌日は使い物に並んだろう。余震は、今日に乗りすぎて深酒し、二日間潰れたとしても、まだ四日猶予がある。これだけあれば、対局日までに、万全の体調に持っていけるだろう。という算段であった。 現代なら、合コンを企画するような流れでしょうか合コンが苦手な人もいますし何より M 余談は酒があれば十分なのですですから普通の宴会の方が間違いないということになります言われてみるとそうですねでもまだ怖くなりそうな雰囲気が出てきていませんねこの話を知った将棋好きのお寺の住職が 場所を提供するとともに、酒だけであれば、お寺でいくらでも用意すると、申し出てくれました。お寺で宴会ですか。村の外れにあるようなお寺だったということです。S 四段は、お寺という環境が M 四段に与える影響を、いくらか気にしながらも、この話を喜んで受けました。M の悲劇は、こうして決定的なものになった。 おそらくは、これが避けざる運命だったのだろう。その日、赤黒い稜線に膨張しきった太陽が沈む頃、2人の若い将棋指しは、呆れるほど閑散とした古寺にたどり着いた。しかし、2人を迎えた人数は、意外なほど多勢だった。20人はいる。まさか、この20人の中に幽霊がいたとか。残念ながら、そうではありません。 今日は何も気になさらずにとことん飲んでくだされ、の住職の言葉に、M 四段もどんどん酒が進みます。集まった20人の方も、将棋がお好きな方ばかりで、とても和やかな雰囲気が続きます。M のために、この宴を思い立ち、かつ、実現させたいすにしてみれば、その志半ば以上なったという気分であったろう。何しろ、 普段は自分から人に話しかけることなど皆無と言って良い M が飲むほど酔うほどにやたら脳弁となって主役になりきっているあとは M が酔いつぶれたら風邪をひかないようにゆっくりと眠らせてやろうそれで俺の役目は終わるというのが S の偽らざる気持ちであったはずだ悲劇はこの直後に起こった M 余談はトイレに行きました トイレと言っても昔のこと。外にあります。便所と言った方がいいようなところです。便器から手が出てきたとか。それなら、ある意味では、まだ良かったのかもしれません。M 四段が戻ってきたのは、5分ほど経ってからでした。M はニコニコしながら戻ってきた。あまり嬉しそうなので、S が立たすと。今、そこの垣根のところで、若い女に会った。という。 それを聞いた一人の老人が、それは不思議だ。この寺に女はいないはずだが、と応じると、M はムキになって言い返した。僕は、はっきりと見た。垣根の後ろに着物をつけた若い女の人がいたんだ。着物の柄だって覚えているぞ。それに、何と言っても、彼女は僕に話しかけてきたんだ。どうにも、話が、現実味を帯びてきた。場所的。 時間的には普通ではないですが、そのようなことに目をつむれば、一般的には嬉しい展開なのでしょうね。やはり、普通ではありませんでした。何でも、M の話を総合すれば、便所に行った帰り、垣根を曲がったところで、頭の上の方から、若い女の声で、こんばんは、と聞こえたという、振り向くと、垣根の上に、ちょうど上半身出た形で、 着物姿の妙霊の女が薄笑いを浮かべているではないか。M は別に奇妙だとは思わなかった。ごく自然に、あ、こんばんは、と答えたらしい。ただそれだけのこと、とはいかなかった。一通りの話が済んだ時、一人の赤ら顔の若者が、いかにも不思議だという顔をしながら、こう言ったのである。しかし、 垣根の上に上半身が出ていたとなると、随分背の高い女だな。垣根だけで2メートルはあるから、3メートル近い身長だね。これを聞いた途端、M の顔面から、さっと血の毛が引いた。血液に色素が青く変化してしまったような顔色であった。そこで、住職の口をついて出た一言も、あまりにタイミングが合いすぎていた。出ましたか。 しばらく出なかったのだが、言葉を発する幽霊というのは、とても珍しいです。ええ、珍しい事例です。最後の気力も消失して、M は、その場に混虫した。そして翌朝から、40度近い熱を出し、2週間の間悶絶し続けるのである。無論、対局は不先輩になった。同時に昇級の望みも、はかなく消えたわけである。 M のその後がどうなったかはあえてここに記さないことにする一つだけはっきりとしていることはその後 MS の両者とも最高位の8段まで上ったことだちなみにこの女の幽霊は今でも時々同じ場所に出るそうだああんというこの女性の幽霊はどうして出てきたのですか それまでの因縁や経緯については言及されていません作り話であればこの辺にも物語が盛り込まれるのですがそれらがないことがより信憑性を増していますこれを書かれた埼玉梅太郎さんという方はどのような方なのですか当時の将棋ジャーナル編集部員で元奨励会員の中野正文さんのペンネームです 中野さんは、この頃二十八歳。この話は、奨励会員に代々伝わってきた話なのか、あるいは芹沢九段から、直接聞いた話なのかもしれません。ただ、幽霊以外の部分については、やや疑問が残ります。芹沢九段が、C 級一組に昇級を決めたのが、1五十八年。この期に C 級二組に在籍していたイニシャルが、M の余談は、 お一人だけです。ところが、M 四段のこの木は、最終戦に勝って、8勝7敗の7位で終わっています。最終局は、昇級には影響をしない一局でした。M 四段が最終戦に敗れて、昇級を逃したのは、1960年のことですが、この時は他力でしたので、ここに書かれている条件とも違います。そういうわけなので、代々、 伝え聞いているうちに話が変わってきたのかあるいは、芹沢九段が M 四段の昇級の部分で少し脚色したのかどちらかの可能性があるとも考えられます。どちらにしても、M 四段は女性の幽霊を見たのでしょうね一つ、関連するかもしれない話があります。振り袖を、将棋頭に無謀いこと。という江戸時代。 1782年の川柳があります。近代将棋1988年2月号で、山川次彦八段が次のように書かれています。江戸時代は、若い娘が死ぬと、片身の振り袖をお寺に収めて、天外や旗にしました。将棋頭は、天外の衣装で、将棋の駒の頭のような形をしているところから、将棋頭と呼ばれていました。 この句も、かわいい娘が着ていた振袖が、お寺の天外になって、むごいことだという気持ちの込められたものということになります。もしかしたら、M 四段が見た幽霊は、形見の振袖が、このお寺の将棋頭になった女性なのかなと、思ったりしました。将棋を指す人たちが集まったので、挨拶に出てきたと。もしそうなら、 とてもいじらしく感じるし、また、切ない気持ちにもなります。確かに、礼儀正しいし、トイレに向かう途中ではなく、用を足し終わってから出てくるところも、思いやりが感じられます。お寺に出るわけですから、成仏に近いところにいるのではないでしょうか。最後に、この写真をご覧ください。し、心霊写真ですか私の知り合いの M さんが、 ある将棋教室を取材した際に、撮影した写真の一部分です。テレビなら、お分かりいただけただろうか。とナレーションが入る場面ですね。あ、真っ黒くて細長い指のようなものが、不気味です。M さんは、この写真が心霊写真だとすれば、掲載する写真として出版社へ送るのが不適切だと考え、 別に撮影した写真を原稿とともに送ったということです。霊感がないのに、このような鮮明な写真を撮ってしまった M さんは、知り合いに、この写真を見せたそうです。そうしたら、これはメガネのフレーム。耳にかかる部分ですね。ではないかと指摘を受けたそうです。言われてみれば、そのように見えますね。M さんは、 無意識にメガネを外し、写真を撮っていたことを思い出し、手に持っていたフレームが写ってしまったのだと、納得をしたということでした。残念ながら、これは心霊写真ではありませんでした。その方は、相当に間が抜けているような感じがします。全くそう思います。さて、将棋に関することで幽霊が登場する文章は、発表されたものだけでは、 この記事だけだと思います。ありそうで、なかなかないのが、東京、銀座に幽霊が出たという話と、将棋と幽霊ですね。それでは、ご視聴ありがとうございました。また、次の動画で、お会いしましょう。